お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらの 1.6 フェニックスデッキやっていきます。はい、というわけでさあぶっ壊れのフェニックスですね。まあぶっ壊れはねもう高回転でたくさん出せばいいんだよってね、あの亡くなったじいちゃんが言ってましたんで、はい、フェニックスもうただただ無限に出していきます。でミラーで出してあとはレイジをしていくだけというマジめっちゃシンプルなんですけども、こちらのねあの伝説の道だっけ、はい、こちらのトロ上げモードでやっていきますか。いやマジでね冗談抜きで勝てすぎて苦しいっていう新たななんか苦しみを味わってます。はい、フェニックス出すだけっすね。なんだろうな、もうアイスイズマスケとか吹き矢とか何が来ようが結局このフェニックスで全て押し切れてしまうのが怖いですね。本当に強すぎて、本当に強いのはもうそれと単体だけで攻めも守りも全て完結しちゃう、これが最強ってやつですね。さあとりあえずフェニックス出して、また左からフェニックス出して、まあ両サイフェニックス出して、まあ卵をいかにね孵化させることができるかが大事になってくるんで、あのフェニックスがやられそうだなと思った時に下からスピリットをあのめり込ませると、なんだろう、その回復できる卵にターゲットを行かせないことができるんで、やばいなと思ったら、やばいなと思ったというかフェニックスが行かれそうだったらね、よいしょ、下に1コス埋めてあげたいですね。あれ左に1コスやれたらでかかったんですけど間に合わなかったです。よいしょ。でレベル12のねフェニックスのいい点はね、卵が鬱陶を耐えます。はい、それが結構いいですね。やっぱ卵ウッドでいかれちゃうのはまあさすがに強すぎるんでいいと思うんですけど、使ってる側からしたらちょっと痛いんですよね。これですね、近くても復活できますね。この1コスに一瞬滝がいくことでザップいいね。さあというわけでエレジャイっすね。エレジャイがねフェニックスに対して結構強いよって言われてるんですけど、なめちゃあかんねんフェニックスを。そのエレジャイの上をねさらに飛んでいくのがこいつなんで、これまあもうね、いってらっしゃいでいいんじゃない、知らんけど。はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。ヒースピー回復してアイスピーも凍ってピョン。さあこの卵生きてほしいな。いやー最強ださあで最後ここね、この LSP このスピスピで固めてる間だとカウンター受けないんで、で回復しながらで、あれあれ飛びます。でファルチェ関係ない関係ない、ガゴムレでファルチェを突破するようにね、このドラゴンでファルチェを突破すればいいね。あ突破できん、あれさすがにしちゃった、あーやばい、全然突破できん。あ待って、なんか近いのやだ。さあ、あー LJ が来そうで来ない、やばい、全然固めれん、全然スピリットで思った通りにはいかんもんで。さああと190、じゃあ190持ってね。さあこれは復活できないね。さあスピリットで凍らしてヒースピで回復してだと結構溶かせますね、このスピリットコンビネーション。ほい、190削らしてくんねえかなマジあれ、あう、マジ190だけなんだよ。まあ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 焦るな、やばい痛い、ちょファルチ痛い、マジ痛い。さあまあ行くしかねえな、これはワンチャン右折れたらラッキーぐらいで、ちょっと右にちょっかいかけちゃう。まあさすがに折れないよねって思うんですけど、折れるんですよね。いってらっしゃい、いってらっしゃい。レベル12、レベル12だから、レベル12強いね。あとレイジーレイジーがね、レイジーがね、まあ、単純にね攻撃力上げてくれるんですけど、その攻撃速度が上がるんでね、いっぱいダメージ稼いでくれるんですけど、卵の4秒の孵化する時間も早くなるんですよ多分。いや全然違うこと言ってたら申し訳ないんですけど、なんか体感速くなってんですよね。そうだからこのレイジとの組み合わせもめちゃくちゃ強い。
ちょっと検証するっすね、これで。よいしょ。さあ、吹きよ。まあまあ、もうこんなんガン無視でいいんじゃない？あのフェニックス、どうしようと思いながら多分こっちに来そう。こんのかいっつって。さあ、まあ、これは相手の卵ですね。目がないと。ヒースピで回復してあげたいですね。あ、LSP がちょうど飛ぶ。惜しい。やばい。まあいいや。これせっかく守った後なんで、お？これ来た。で、レイジ、卵になるので、そのレイジをね、勝ったっすね、これ。これ多分折れるんですよね、しかも。卵、1、2、3。あ、多分ちょっと早いんですよ。ちょっと。うん。おー！レイジかかってね、卵。見せてくれ、誰か。これだ。レイジかかってないやつ。キーワードいやでも多分ですけども、レイジの能力で言うと速くなってるはずなので、おー、イカチ、そういう考え方的には強いはずなんですけどね。よいしょ。さあ、強い。やば。なんか今までこういうデッキって、まあ勝ってもね、やっぱりエリジャーには勝てなかったりとか、遅延スケラー引いたらねきつかったとか、 2.65 にはやっぱ勝てないよみたいな、やっぱ結局なんかね、テンプレのああいう強い、なんだろうね、安定した敵には勝てないんだよが、勝てちゃうんすよね、ゴリ押しで。さあ、卵延命します。卵大事に。はい、おかえり。やば、最強だろマジで。鳥山復活しないんで、俺復活しない鳥あんま好きじゃないんですよね。よいしょ。卵落とす鳥が大好きなんでね。さあ、あの子も卵落としてくれるんでね。で、1コスいっぱい投げとけば多言も変わりつつ、にゃー、復活もできるよと。いや、折れるなー。つえー、さあ、新時代の幕開けです。こんな時代は嫌だ。勝てれば頼む。まあ楽しいからいいんすけどね。さあ、マスター到達。本州が意外と豪華っすね。こい、文句。お、あ、チャンピオンっすね。エクトロウィーさん、さあ、マスターに上がったので、ちょっと敵も強くなるんじゃないでしょうか。あー、エリゴレ。エリゴレクローンのプロフしてんぞ。さあ、おっ、これ、あれ、これが上がると、あれも上がるんすね。タワーレベルの調整ラインが12。だから、ここでタワーレベル11の人とか、インレベルがちょっと足りない、12ない人は、もうこのレベルで戦うことになっちゃうんで、ちょっと辛いですね。インレベル上げなきゃ。さあ、12と13になるのと。そういう感じでね、変わっていくんですね。さあ、エレジャイは、ちょっと多いな。スピリットで固めてる間に稼ぐと。え、これなんか相手が結合でね？マジで。あー、いいバラしてきてる。まあ、レイジで良さそうだな。これだってもう一回、2回卵埋めるもんね。さあ、暇1コス添えて。てか、エリジェイ、しばくの早くね？あんな、エリジェイって早く溶けるもんだっけ？さあ、これ卵が多分あるんで、あれ？卵が？死んだっけ？一回、あの鳥。あー。さあ、というわけで、一撃です。やばくね？対策エレジャイって言われてるけど本当に？みたいな。
うん、まあアイスピーヒースピーとの相性がめっちゃいいですね。なんかエリババヒースピーで、あのエリジェに溶かすみたいな感じのフェニックスヒースピー、かつアイスピーでカウンター阻止すればなお強い。これさ、ちょっとやってみていいっすか。もうあまり考えるんじゃない、感じろ。いけ、いやでも相手のフェニックスも強いからなこれってことに気づいた。でこの間に溶かしてあげるね、ゴルナイとかを。はい、終わりやべえやべえよこいつマジで震えんなこれ、えぐすぎる。さタワレベ12の呪文のダメージのかわかんねえんだよねとか思ったんですけど、このデッキ呪文ねかったわいらんかった、考える必要ねかった。やっぱタワレベ12、13、14とかもうね、最終14になるだろうけど、ダメージなんか知るわけがなく、呪文使ってる人は大変っすねマジ。さあちょっと暇なので、まあ、チェーンスケラとかなのかな、1コスダのダメージ稼いでいこうぜ。あーロイジャーになるかな、あーなんか来ちゃった。まあロイっぽいけど、まあフェニックス、あスケラかこれ、墓石ザッピーの新環境ちょっと強いやつ。さあいっぱいヒースピで、なんかいやヒースピがあんまりうまいことなんか関われてねえな。あ、文句がいたのか。だからか。なんか、今おかしかったっすよね。うん。なんか1コスいっぱい出したのに、なんか全然うまくいかんやんって思ったら、多分下に文句がおって、なんかいい感じにしばかれてましたね。さあ、スケラだ、スケラ。まあ、墓石がだるいなって感じか。ちょっと壊してくれ、墓石を。墓石壊して、フェニックスレイジゲーか？来れろ。はーい。ちょっと強いんだよな、墓石。で、呪文がまあ、ポイズンだと思いますね。さあ、まあ、両サイ行ってもよし。まあ、片サイカウンターレイジブッパでもよしって感じか。おー、まあ、相手もなんか、チンパンだな、めちゃくちゃ。多分こういうデッキ使ってるとみんなそういうのになっちゃうのか。この立ち回りだってやばいよな、冷静に。さあ縛いてもらって卵復活いいよ。これちょっとレイジだけでいいや。でスピリット押しのヒースピー、もう一回スピリット押しの、お飛べでかい。でまあ復活できないんでみたいなね。やべえ、これ早かった。ドラゴンが出てこん。ちょ待って、ドラゴン、ドラゴン。え？ミスってる。絶対ミスったよな、これ。何これ、ナメプ？やばいやばいやばい。さすがにミスだな。まあ、一旦行こう。諦めてはなさそうだね。そうだね。ミスピで回復したい。いやー、めちゃくちゃいいタル。これじゃん、こう。やるの？あ、でも鳥がちょっと逆プレッシャー与えたいっすね僕。いやマジでさ全然思ってる通りにスピリット飛ばんのよな。やばい、めっちゃ強い。すべてが。ザッピーか。さっきから強いやつは。マジ、1コスさ、こんなにさ、飛ばないことあるっていうぐらい飛ばないんですよね。いや、一旦耐えたっすね。いやーでも負けたなー。いやーちょっと
わあ、ちょっと納得いかんな。1月さ、めちゃくちゃ出したんだよね。めちゃくちゃ出したんだけど、近すぎたのかな。なんか止まんなかったな。さあこちらっすね、まあ、勝率1位好きだっすね。文句の盾とこういい感じになんかぐっちゃぐちゃの事故らされたっすね。さあ階段登んなきゃいけないっすね。ちょっと上がってこ上がってこ、フェニックスで弱体化されたらね、上がんないかもしんないから最強の時に上げとかないと。フェニックスでよいしょ。さあ相手は町ならマジ一生ダメージ稼ぎっすね。さあ来たフェニックス。まあ単体でも攻めなるからな、逆攻めもありだし、同彩フルプッパっていう手もあるんですよね。マジ、まあなんか同彩、まあなんか両サイドがちょっとうざそうなんで両サイドやっちゃう。さあ着衣、あ着衣使ったんで左側にあの端前出します。うわ出た、これマジでこのフェニックスのノックバックが、ノックバックしすぎてあ着衣が返ってきちゃうっていう、こっちに。いやこれやばいっすね。だって俺あの逆攻めたのに逆に来ちゃうっていう、結構辛い、結構辛いっすね普通に。やべ1コスが下手だ今日。卵パカン、にゃーいい、気持ちいいなこれ孵化するとよいしょ。ヒスピ、あーでも卵がねえのか。いやでも火力ちょっと高いんでいいね、いいね、いいね。コスト使わしてみたいな感じか。さあ、あっちは食いなければ、絶対あれも折れてたレベルだと思うんで。ちょ、あっちは食いで逆行くのか。逆行くならもう、同歳全部っぽするしな。逆に来てほしくないっすね。これ悩ましいね。こっち出して全部あっちは食いで回収されるのも嫌なんで。さあフェニックスゲー、いや強い、めっちゃダメージ入ってんじゃん。フェニックスゲー、でもあれもう一回、お弾があったっけあれ。あーでも近距離だからか、復活しないっすね。よしよしよし。さあ着衣、着衣使った方がいいんじゃないのかこれ、強いぞ。あーいいや着衣、マジか。端前出しとくだけプレッシャーなんだ。うん、いやでも縦線ちょっと優秀っすね。お、あれ復活、あれなんか来そう、なんか時が来そうな、それなんかご利用して、ええあれさっきまでのなんか頑張ってたの何だったんっていう、全てを台無しにするっすね。やばい、あちゃくいいてもあんま関係なかったっすね。なんかいっぱいもう出しまくってヒースピ添えたらよかったやんっていう、しょっぱなから。あれえぐいな、あちゃくい回んないしね。次さあ墓石ちょっと多めっすね。これまあフェニックスに対して強いのと、まあもともと強かったんでっていうのもあるか。あーさ、ラバだ。いやラバはね、多分フェニックスめっちゃ強いんですよ。あと1コースが。カリカリしてる、入ったもん。うわー、その鳥かよ。で、この辺に出しておくと、相手も空出しにくいんで。あ、やべえ、どっか行っちゃった。バカバカバカ。まあこれ、爆破でね、意外と弾けるっていう。やばいな。これ今、爆破の陸受けのおかげもあって、ランバー守れるそうなんでね。うん、いやー強っ。卵を相手陣地に入った手前ぐらいだとね、何もしなければ復活してくれるっすね。やば、めちゃんこ強えじゃん。い
でもラバー多分ね、ラバーフェニックスめっちゃ強いと思うんですけど、相手のフェニックスもめっちゃ強いんですよね。壊れるところに、まあ、ヤナーメもかわし、加えて、まあ、ヤナーメも加えて卵を破壊してみたいなしなきゃいけないですね。さあ、このヒースピーあるんで復活します。やべえ、なんか1コースが、これあれっすね、壊れたこれにダメージ与えなきゃ多分復活するんで、俺の卵を回復しつつね。いや、なんかもう余裕で勝てそうだな、固めたら。いきます、地獄を一旦始めたいと思います。さっきまでのチャラなし、はい、今からが本番っすね。ちょっと一旦あんま考えずにやろうぜ。なんかさっきからさ、さっきまでずっとなんかね、考えて考えて頑張ってたんですけど、考えの方がいい説ワンチャンあるっすよね。ワンチャン、ツーチャン、スリーチャン、フォーチャン、よいしょ。考えたらダメでしたね、マジで。えぐいこれ。えぐすぎる。なんでこんな性能にしたのや、もう最強すぎるだろ。さすがにやばいんだけどね。さすがになんかいろんな能力持ちすぎてるよね。ね、レイスがスキャンできるみたいな、エイペックスで言う。レイスとブラハとオクタンのジャンプパッドも出せちゃうよみたいな。すべての能力を兼ね備えてるな。使いてー。さあ、まあ相手も間違いなくフェニックスなんだね、さっきから。さあ、キョスケフェニックスはあんま見てこなかったですね。さあ、ちょっと耐えて、まあ、時間稼ぎできるだけでもいい。あー、やばい、なんか変なこと起きてる。なんか、あー、危ない。クローンだ、やべえ。キョスケフェニックスクローンか。キョフェニフェニーなんだね、フェニフェニーに。まあ、じゃあ俺もクローンというか、もうミラーあるんで同じようなもんなんですけどね。キョスケさ、でもゴリ押せそうじゃない？そんな甘くねえのかな。まあ一旦やってみよう。やっぱやってみるのが大事なんだよね、何事も考えずに。復活できそうだな。あれ起きてくれるかどうかで結構変わるっすね。スケルト挟めばよかった、今持ってたのに。いや、美味しい。なんかむずいね、なんか強すぎるがゆえに。贅沢な悩み、強すぎてどうやって使えばいいのみたいな。考えて出すより出すだけの方が強いっていう、もうわけわかんないけど。マジでさ、あのちょっと前にっていうか、俺めちゃくちゃ使っとったやつやん、あの環境のあれにフェニックス入れたんすね。まあ、絶対あんま合ってないんですけど、フェニックスのおかげでだって耐えてるもんね。俺フェニックスこれ相手いなかったら負けそうやぜ。わかんねえけど、そんなこともねえか。いや、マジでちょっとどうなってんのかが理解が追いつかん。強いっすね。あ、これめっちゃチャンスなんじゃね。
ちょ、一回行こう。マジで行こう。多分あんまね、別に死んでも爆上がるし、みたいな。死んでもなんか、卵か。卵になるし。いっぱい1コス行って、1コス行って、爆破も噛み合って。お？レイジで？お！これ多分レイジのおかげなんですよ、今の、マジ。レイジで、よし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 、稼げ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 、いや、これマジマジ多分じゃない、レイジでやっぱね、卵から出るのが早くなるから、あのレイジで吹き矢やれて世界変わったっすね。まあマジやってること一緒なんすけどね、結局どのデッキもフェニックス出しまくっていっぱい添えてっていう、フェニックスしかいないんですけど、これで勝てちゃう。さあ、いつまで続きますかね。お、来た。これもう別にロケ撃たれても、結局復活するし、って考えたら、もう行っちゃった方がいいっすもん。卵なるし。で、もうゴリ押して、アチャクイ突破して、勝ち。あー、おい、だいぶ稼いだぞ。だいぶ稼いだぞ、これ。いや、アチャクイとも関係ないっすね。なんかアチャクイいるとね、ビビっちまうんですけどね。あ、アチャクイ、そっか、ぐらいの感覚で。うちフェニックスだから。何って。フェニックス。マジで好きだな。お家に欲しい。ペットとして飼ってやる、これ、俺が。よいしょ。まあ、逆来たら、1コスで回して、もう1回フェニックスかな。テスラになってんね。大砲だったけど、最近は。さあ、ちょっと LSP で嫌がらせしながら。攻めてくれないっすね。で、クロスって街、このフェニックスとかホバきついからさ、もともと。しんどいんだろうね。まあこれ間違いなく右行きたいんですけど、そんなうまいことね、なんないんで、ちょっと。いやー、スピリット追加によって。お。いけ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 、さあ、左の卵だけ。お、いいねー。気持ちいい。一回行こう。いるけどね。今一旦行くよってちょっと見せかけて、まあ、行くんですけど、ちょっと軽めね。軽めに行って、なんかゴリ押せそうだな、マジで。控えめなん、にしたんですよ、僕の中では。さあ、あなたはここを耐えれるかな。で、圧着位が右に来そうなんで、ちょっと左に。お、卵がこれ左に先行って、パッカーン、こんにちはで、左これ1コス流して延命したいですね、あれ卵。あーとか言ってたら右がえぐいって、楽しい、ま、僕は好きっすけどね。まあ、乾燥してるんで、ちょっと皆さんにもね、この楽しさはちょっとね、やっぱ今しか味わえないんでね、ぶっ壊れは。解放されちゃうんでね、ちょっと今の間に皆さんも、はい、フェニックスゲーやってみてください。というわけで、終わります。グラボチャンネル、高評価お願いします。では、お疲れ様でした。またね。